テリーと申します。ご視聴ありがとうございます。ゆっくりです。いつもありがとね。さて、前回は19週まで掘ったところですね。村に参ります。今回の改築は、作業風景をノーカットでお届けしようかと思います。尺の都合上、3倍速です。だいぶ改築慣れてきたし、短時間でできるようになってきたものね。ここから3倍速です。村に入ったらすぐ、前回の改築の進捗状況を確認します。一軒一軒を見るのではなく、村の外観をざっと眺めていく感じです。村の中をざっと回っていくの、結構好きなんですよ。これまでの採掘した成果が見られるものね。さてまずは精錬から。インベントリ節約のため、ブロックが作れる9の倍数分だけ精錬します。なるほどね。あと改築用に石のつるはしを作っておきます。ダイヤつるはしでは砂岩を掘るのが早すぎて使いづらいです。ちょっと注意しないとならないのは、鉱石のブロックは石のつるはしでは回収できないことです。鉱石ブロックを設置ミスしたときは、ダイヤつるはしを使って回収します。ではまずは図書館から。ラピスの集まり具合は村が大きいですね。採掘した量から考えるとやや少なめな感じがします。正面はまだ完成しないわね。あと少し。これでよし。お次は柵付きの家です。ブロックは11個集められたので、こちら面は今回で完成しますね。あらら、ミスが多いわね。ちょっとカクカクしていますね。おお、ダイヤの壁ね。今の時点で、材料のダイヤは250個超えてます。エメラルドの方も、ようやく正面完成ですよ。やっぱ天井の砂岩は何とかしたいわ。そうですね。どうしましょう。まあ比較さなかなので、ここだけの話にしますが、もしも天井を全部エメラルドに改築するなら 4×5 でプラス20個も必要になるんです。採掘する量が比較の 1.5 倍になる。ちょっと気が遠くなります。そう考えると難しいわね。ではレッドストーンに取り掛かります。レッドストーンの家は、大きい家が3軒。今回で全部完成しますよ。レッドストーンはかなり集まりますので、本当は、後で改築するラピスと鉄の小さい家も、レッドストーンにしてしまった方が企画達成は楽なんです。特に鉄鉱石は精錬が必要になってインベントリを圧迫しやすいですから。けど、村の外観を考えるとこの3軒程度に抑えておきたいと思ったんですよ。そうね。バランスよくいろいろな色の家があった方がいい感じよね。あと1個どこかやってないですね。これで完成です。最終チェックしましょう。もしも改築漏れがあったら後々面倒ですから。随分丹念に見ているわね。大丈夫そうよ。全部まるっと真っ赤っか。一応、今まで改築した家も、改築漏れがないか見ています。大丈夫そうね。よし、漏れはないようですね。経験値があまりそうなので、ここで金床使います。前回の金床修理ではレベル13かかりました。
今回は2回目なのでレベル15になります。さて、残りの精錬組を片付けてしまいましょうか。金ブロックの家に取り掛かります。順調に仕上がってきてますね。ようやく半分といったところね。さて、改築の締めは鉄ブロックの家です。あら、白い村人さんがいないわね。白い服だから多分司書ですね。図書館にでも行ってるんじゃないですか。うわ、びっくりした。嬉しそうに跳ねているわね。気が散るんですけど。まあいいじゃない、なぜかお気に入りのようだから楽しませてあげよ。よし、これでオッケー。ふわっと、これで改築作業は完了しました。一仕事終わるといい気分です。さて、では村の外観を眺めてみましょう。今回は井戸の上から見てみます。屋根ばかり見えてあまりよく見えないですね。高台からなら、村からちょっと離れた場所からの方がよく見えそうだわ。さて、ここでブロックの材料単位での改築進捗を見てみます。この数字はまだ着手していないラピスと鉄の小さな家の分も含んでいます。ダイヤとエメラルドは3割ほど、ラピスと鉄が4割、金が5割といった感じですね。平和なひとときもここまでです。ではまた、採掘しに参ります。さて、炭鉱地点に帰ってきました。ダイヤシャベルを低レベルエンチャントしておきます。今持ってるシャベルは効率強化1なんです。耐久力1が欲しいですね。耐久力1狙いなので、レベル4から5あたりでエンチャントします。これでオッケー。20周目開始地点まで来ました。今までこのくらいの範囲を掘りました。だいたい150ブロック四方くらいです。30周まで掘るのならこのくらいまでですね。ここから先は山岳バイオームの範囲外が多くなりますので、エメラルドの採掘量は半減するかもしれません。バイオームの境目がはっきりとは分かってないので、もしかしたら7割型取れるかもしれません。いっぱい採掘できればいいわね。さて、次の改築のためにガンガン掘ってきます。目標はエメラルド1スタックです。